どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。ご安心を。全く問題あり。よかった。皆さんお疲れ様です。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、稲妻の未来がどうなるのか私には予測できません。皆さんのご尽力があったからこそ、この祝賀会はここにいるすべての方に用意して。宴も順調で何の問題も。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明け、天領奉行とファデュイの結託について、明日の交渉で何か起きないか心配。わかった、オイラたちが調査。三五宮様のおかげで渡積島、最近俺たちにとって一番の出来事といい、戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから収穫がほとんどない時もあって、みんな腹を、毎晩腹がうめき声を上げ、ね、聞いたよ、メカジキ二番隊の隊長なんだってな。いやいや、きいいんだ、君がいなかったら俺。わかった。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。天領奉行とファデュイが結託していること。でも兵士たちがそわそわしているのは私も。ここ最近あの人なんだかおかしいのよ。せっかく戦争が終わったんだし、私が知ってるのはこれだけよ。やっと手がかりを見つけたな。お前は渡積島に戻ってきてたのか。オイラたちが逃げるもん。どうだか、抵抗軍にとって一番大事なことが何。そうだ、お前にまだ抵抗。俺に勝ったらお前たちの質。どうする、やるのか。そういうことは。強い。お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらメカジキ2番隊の隊長、俺たち天領奉行とファデュイの結託は俺たち。そんなどうしてそんなことするんだ。一歩間違えれば。そう、それこそ和平交渉。そんなことばかり考え、天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる。我々抵抗軍に最も必要なのは天領奉行と雷電将軍は信じるに。あ、お前もそう。それも一理あるけど、あ、そうだぞ。そんなこと言って、そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊す。何も知らんくせに俺に説教するな。戦いに勝つため、俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今さら俺たちに武器を下ろさせ、一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は、お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことをさ、間に合わない。ぐーい、どうしよう、緊急事態だ。
牽引全票。とにかく天領奉行とファディの結託和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。そうだったのですね。大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。光禅が言っていた、ま、和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、光禅のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に私たちが、それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、何よりこのことに参与している渡墨島の兵士の数がわからない以上。なんだか複雑だな。ご心配なく。ことが起きた以上、兵士たちの考えは間違っているとはいえ、すべて彼ら明日。和平交渉の日、こちらへ。昨晩書き下ろした虎の巻です。今回の交渉は複雑です。これら状況の対策をすべて書きましたので、それを参考にして臨機応変に対応してくだ。お、どれどれ。激しい、多すぎる。それは良かったです。今回の和平交渉は必至。しかし渡墨島の兵士たちが不満を抱いている。渡墨島の荒人神の巫女としてこの席を担わなきゃ。それは良かったです。お久しぶりです、九条サラさん。ああ、あの時はお前のおかげ。ところで、なんでお前もいるんだ。はい、彼女は今回の交渉の将。彼女は私たちの戦いを最初から最後まで経験し。それもそうだな。では早速、まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちはここよりその制限を正式に解除しよう。だが収穫を渡墨島に持ち帰るには、いいでしょう。ですが鳴上島付近で漁をする方に対し、彼らにもし治安問題による損失があった場合。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行、なんかうまくいっ。それから人員の往来と常備。以前までは我々が渡墨島に行こうが、渡墨島の人間がこちらに来ようが、その結果お互いの交流がますます減り、戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人を社奉行から。な、貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させる。だが私の知る限り、渡墨島は現在あらゆる種類の物資が不足している。物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。それに渡墨島は資源が豊富なため、多くの商人がここ。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはだったら
ひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡積島の治安部隊を転領当分の間、それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡澄島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し、俺たち渡澄島の野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや67条か、それとも73条、あーどれを使えばいいんだい。最後の一条です。忠勝、状況が変わりました。ご安心を。あなたたちの思いは理解。九条さん、このことについて我々渡澄島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員、お前たち二人、いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは、その結託とまでは。何人かのファデュイたちが渡澄島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでその、どうせ害もないと思ったので。ですが、私たちは同意したわけではありません。ただ、彼らに渡澄島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡澄島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい、戻って罰を待つんだな。何がどうあれ、そいつらはファデュイだ。や、協力どころか最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的はな。ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねた、あの女の部下か。復讐を果たし、いつか必ず。この件に関してはすまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。もちろん九条さんが。ですが、自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡澄島の地。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてか。商人に関することは私も社奉行と相談し。なんだか九条さらの勢いが一気に。まさか渡澄島の軍師が戦いだけでなく。次会う時はまたこうして座りながら話し合う。今日はここまでにしよう。私も戻って。天領奉行のファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないよう、まずは彼らに従い、現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。では私はこれで。三五宮様、我々は渡澄島に戻ってからにしましょう。三五宮様、あなたたちがことを起こした原因、天領奉行が信じられないため
和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう。結果から見ると確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができました。ですがあなたたちのやり方を。しかし三国宮様、我々は多くの仲間を犠牲にしてきました。このまま戦争を続けることを望みます。私が犠牲。あなたたちの考えも理解はできます。ただし戦時中悲しい出来事が多々あった反面、勝利の味も経験してきました。ですがあなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々、わたつみ島の人々が平和を願うのは一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです。しかし私は。分かっています。すべて私の考え不足でした。あなたたちに戦う意志を持つよう伝えた。三国宮様のせいではありません。何にせよ軍法による。はい、では処置を言い渡。今日より秘密軍隊を設立することに決めました。わたつみ島の安全を守り、そしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。三国宮様、今回の交渉から見て九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう。平和を望む者もいれば戦争を望む者もいます。わたつみ島が平和を望んでいるとはいえ、自分たちを守るくらいの力は必要です。あなたたちにまだ戦う意志がある。一人一人が戦いの場で幕府の武士を二人やっつけられる程度になるまで。ありがとうございます。では五郎のところで訓練を申し込んでください。もし次またこのようなことがあれば。かしこまりました。今後はこんな機会を与えてくださり。やっとこれで適切。なんだかまたエネルギーが減り始めたような。ご苦労様でした。あなたのおかげで。はい、ゆっくりと。やはり人の多い場面は苦手です。交渉などは今度から五郎に任す。そうでしょうか。でも荒人神の御子としては以前は勝つことだけを考え、わたつみ島の安寧を。しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。人の願いは千差万別。幸福の騎士、私の歩むべき道はまだまだ長いようですが、問題ないでしょう。今の私はまだまだ未熟者ですので、もう